い、こんにちは、ナバロです。今日も陣中撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方ね、寒いですね。で、おまけに曇ってます。で、気温がね、やっぱり低いんで、太陽出ないとやっぱりね、うちの中も暖かくないしね、やっぱり冬のね、こうなんかね、こう灰色っていうね、なんかそんな雰囲気の一日ですね。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピン人妻と ADHD 男、片付けられない性質、対処法をね、3選というね、こういうお話をしようかなと思ってます。はい、まあ ADHD タイプのこのね、人ってね、意外と片付けられないのかなと思って、私もね、もう本当ね、片付けるのが苦手でね、子供の頃からね、部屋はね、ものすごい散らかってましたね。で、やっぱりね、なぜ散らかんのって思ったけど、ただ単に自分がだらしがないとかね、全然やる気がないから片付けられないんだと思ってたんですけど、なかなかそうではないのかなと思って、今ね、思うとね、そう考えられるんですけど、でも子供の頃はね、部屋が片付けられないで、うちのね、家族に言われるんですよ。なんでそんな部屋が散らかってるの、片付けなさいとかね、言われるんですけど、全くできなかったですね。で、片付ける気もなければ、まあ気はあったのかもしれないけど、そんなに真剣にね、真面目に考えてるわけではなくて、だからものすごい部屋がとっ散らかってたんですけど、今どうかっていうと、今はね、また最近また散らかってきてて、今だからフィリピン人の奥さんと子供と3人でいるんですけど、物がね、結構多いです、やっぱり。だからその辺はね、片付けられない状態にね、だんだんなってきました。やっぱり片付けられないというのは、部屋だけではなくて、自分のね、こう、頭の中身をね、片付けられないということもね、結構多いんですけど。で、僕はね、どういうふうにね、今までじゃあね、対処してきたかというとね、まあ、その3つの例をね、ちょっと挙げてね、具体的にお話ししようかなと思ってます。はい、ちょっとごめんなさい。先、コーヒー飲ましてちょうだい。今日はね、UCC のね、ブラックっていうのね、奥さんに買っていただいたんですけど、あんまり飲んだことない。UCC のコーヒーは好きなんですけど、おう、うまいね。いいね。あ、ちょっとでも、あれかな。淡白な味だな。コクの面で言うと、なんかそんなにコクがないのかな。ちょっとなんかね、私好みではないのかな。でもさっぱり系のブラックなのかな。もっとね、ギラギラ、してる方が好きなんだけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど。UCC ね、マニラにありますよね。前その話したっけ、上島コーヒーでしょ、これね、マニラにあって、ね、で、僕はね、 UCC のカフェに行ったりしてたんだけど、あれ今あんのかな、三茶にあったでしょ、三茶に、あそこにね、行ってたことがありますけどね。まあそんな話で、まあコーヒーね、まあ人それぞれ好きかな、好きなタイプのコーヒーが、ね、あると思うんですけど、僕はね、結構ギラギラしてるコーヒーのもね、ギラギラっていうかね、もっとね、酸味が強くて、なんかこう、ちょっとスパ系のコーヒーが好きなんですけど、はい、すいません、フィリピン人妻と ADHD 男、片付けられない性質、対処法の3選というね、まず1個目ですね、物を増やさないですね。物を増やさない、まあ、増やさないってことは、まあね、買ってこないとかね、持ってこない、持ち込まない、なんかどっかのなんか比較三原則みたいですけど、そうじゃなくて、家の中に物をあまり置かないっていうことですね。だからまああまり、だから家具も買わない、洋服も買わない、物も買わない、何も買わないっていう、何にもないような状態、何もないんじゃ生活できないですけど、まあそれに近いようで、必要最低限以外のものはね、家の中に置かないようにしてたんですね。これ独身の頃ですね。で、僕がフィリピンに行く前の、私が一人で住んでたところの部屋っていうのは、ものすごい何もなかったです。あったのはね、テレビ、洋服、ダンス、パソコン、ソファー、あとなんか最低限の服と最低限の食器とか、そんぐらい、冷蔵庫、洗濯機とか、そんなもんしかなかったです。で、余計なもんなかったし、買わなかったですね。で、洋服も最低限のものしかなかったんですけど、今どうかというと、まあ物が多い多い。洋服にしたってね、もう T シャツだけでね、多分ね、70枚ぐらいあったりとかして、着ないでしょ、70枚なんか。どうやって着んの？で、結局ね、ADHD の人ってね、好きな T シャツとか好きな洋服しか着ないから、結局ね、なんか同じなんですよ。だから、
パッと見てもあこれ着たいって言って着る。でうちの奥さん言わないですよ、なんでそんなもんまたそればっかり着ててとか、こっち着なさいとか、それこの間あなたばっかりでしょとかってね言われるんですけど、あのそういう勝手に買ってくるんで、まあまあしょうがないんですけど、だから物を増やさないですね。で物を増やすっていうことは結局あのなんていうの、置き場所もないじゃん、部屋の、例えば私のところが部屋大して家が広くないのに、あのいろんなものがあるわけですよ。もう結局どん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 増えて、であれ欲しいこれ欲しいとかって、ああこれあったらいいねって、あっても使わなかったりとか、だから物がなんだかなんだか増えるから、あの片付けなくなってて、結局ねなんか片付かない感じになっちゃうんですけど、で出しっぱなしになるじゃん、細かいものとか。でそれがね僕はねすごくできないんで、あのやるようにはしてるんですけど、できないこともあるので、やっぱり片付かなくなってくるっていうのはとてもね辛いです。で今ね例えばもう奥さんのところの部屋なんか物がすごい溢れてます。でこんなに物があって僕はあんまり好きないんだけど、でも彼女はあんまり気にならないみたいで、やっぱり物があるイコール豊かだった、生活が豊かとか、あの、うん、それで便利だと思ってるらしいんですけど、僕はねそうは思わないんですけどだから、ね、やっぱり物がなくねシンプルな方がね僕はねいいと思うんです。だから ADHD の人ってね余計なものいっぱい集めても結局使わないんで、あの部屋がね散らかるっていうふうに、ね、僕は考えてます。はい、ウィリキンジン妻と ADHD 男、片付けられない性質、対象の、3選ですね。2つ目ですね、あった場所を決める、物があった場所を決めるです。やっぱりね生活している以上、あの必要なものとかね、あの道具とかね絶対いるんで、全く何もないっていうことはちょっと現代人では無理だし、あのそうすると最低限のものってのはやっぱり家の中にあるとか必要なものってあると思うんですよ。だけどそれをあのちゃんと置く場所を決める、これね昔ねうちのおばあちゃんに言われたんだけど、あの出してあったところに物を戻しなさいって、まあその通りなんですね。だけど出したらそこに置いておくじゃないですか。なんかパソコンのラムじゃないけど、あのここの上にテーブル、パソコンのラム、テーブル上の上に物がいっぱいあったら、あの仕事がはかならないわけだから、あったらどっかへどかすしまうっていうことは大事。じゃあ捨てるとか、だからそれをすごくね、基本にしないとやっぱダメなのかなと。だからあったところに戻す。だけど最近ねなんかねあったところがもう散らかってるところがあったところになってたりしてきて、あんまり僕は居心地が良くないんだけど、うちの中は。だけどこれはもうしょうがないのかなと思って、今それはねあの諦めてるんですけど、まあでも子供がいるし、あの必要なものも増えてることは確かなんです。でまあ部屋がちょっとねだんだん部屋とかうちの中はねあんまり広くないので、家族3人で住むにはまあ適当なのかなと思うんだけど、うちの奥さんがやっぱり物がある方が好きなタイプなので、それがね一番困ってるんですけど、まあでも今はこれ現状でしょうがないかなと思ってますけど、だけどやっぱりあったところに戻すってことは基本なので、それ以外のものはね本当にいらないのかななんてね考えたりします。だから使ったら戻す、使ったら戻す。で今最近ね使ったな、私なんか使って置きっぱなししとくと子供がそれを持ってったりとか、例えばコーヒーでも水でもいいんだけどカップに置いといたらそのままそれをダーッとひっくり返しちゃったりするので、やっぱりねあったところに戻すとか、使わなくなったら戻すとか、片付けるってことをね、その都度その都度やらないとやっぱりダメなのかななんてね僕は考えてます。でやっぱりね今最近物のない生活の方が多分いいのかなと思って、昔なんていうの日本も高度経済成長ぐらいの時は物がいっぱいあった方がなんかこう金持ちなんじゃないかとか幸せなんじゃないかってね思ったりし、なんかメディアとかもそういう風にしてて、ちょっと古くなったら新しいの買いましょうとかって、なんかそういうなんか消費かうまく消費させて買わせてとかっていうなんかそういう時代だったけど、今そういう時代では僕はないような気がするんですけど、なんか本当にいいものシンプルなものだけを、ね、大切に使ったりとか、ね、洋服でもそうだし、あまりたくさん持っててもしょうがないのかななんて、ね、僕は思うんですけど、うちの奥さんは、ね、洋服がいっぱいあった方が好きみたいで、なんかやっぱりこう育った環境とか考え方の違いなのかななんて思うんですけど、ただ本当に、ね、シンプルに、ね、生活したいななんて思ってます。だから最低限のものでいいんだけど、まあ、今これで現状でしょうがないから、あったところにちゃんと戻すっていうことをねちゃんと僕はやりたいし、それをねちゃんと考えていかないといけないのかななんて思っています。はい、
い、フィリピン人妻と ADHD 男じゃ夫、片付けられない性質の対処法、3選ですね、3つ目ですね、シンプルに捨てるです。捨てる、あ、やっぱり捨てるで、やっぱりいらないものとか、あの最近ね、あの捨てる勇気っていうのはものすごく、あの僕にあります。捨てられるって、まあ、いらないものを廃棄するですね。例えば、まあ、なんだろう、なんか取って、例えばなんだろうな、なんかこうあるじゃないですか、なんだろう、お皿でも、あの食器なんかそうなのか、最低限あればいいと思うんだけど、まあ、最近ね、最低限なくなってて、あの食器あんた方がいいとかって考えるようになったんで、ちょっとそれはまた考えるんですけど、あの何かね、こういらないもの、家具でもいいですよね。これあったら便利でと置いておく、でもいるかいらないか、じゃあ捨てようとか廃棄しようとか、あの粗大ごみに出そうとかって、その勇気っていうか、勇気と行動力がとてもあると思います。だから、あのいらないものをね、片付けられる、ということはね、でかいものに関してはできるのかな、小さいものは大丈夫かな。だから捨てる勇気っていうのはね、やっぱりなんかの本にありますよ、そういうの。だから物を捨てられるっていうのかな、だからそれはあのとてもね、大切なことだと思います。いつまでもいらないものを自分のところに置いておくっていうのはね、あんまりいいことではないし、あの極端なし、人間の手って2つしかないじゃないですか。この手のひらの中に持てるものって2つしかないんだし、あのそのことを考え、まあ、手だけじゃないんだろうけど、まあ、あのそのことを考えたら、いらないものっていうのは手放すっていうのはとても大事なんだなって僕は思います。で、別に捨てなくてもいいじゃないですか、もったいなくて買ったら。なんかヤフオクに出すとか、あのメルカリでもいいし、何でもいいですよ。例えば粗大ごみに出して、例えば廃品回収で誰かどっか東京都とか持っててくれると、あの僕前品川に住んでた時、持ってってもらうとそれを売るコーナーって品川区役所にあって、なんか安く売ってて、それ誰かが買ったりとか、例えばベッドとかなんか家具机でもいいんですけど、例えばそういうものをね、まあ、あの本当処分する自分のそのね、あの勇気と行動っていうのは僕はとてもね、大事だと思います。はい、だからね、やっぱり捨てられるっていうことだから、これ物だけじゃないです。自分のなんかいらない、ここのここら辺にあったりわだかまりとかをボンって捨てるっていう勇気もとても大事だと思います。あのくだらないものをいつまでもね、こう頭の中にでもそうだし、家の中でもそうだし、持っているとあのすごく重荷になります。で、物が自分で負担になっているものでも、なんか考え方でも何でもいいんですけど、それがなくなると本当にね、軽くなります。だから、なんて言うんだろう、車の中によく物いっぱい乗っけてるじゃないですか。あれだ、車で走っててさ、燃費悪くねえのかなとか、車のサスペンションとかショックアブソーバーが早く悪くなんじゃないかなんて僕は思うんですけど、だから車もそうだし何でもいいんですけど、あのシンプルな方があのこう動きやすいし楽です。だからそうした方がね、僕はいいと思います。あのだから頭の中のこともそうだし、心の中のものもそうだし、家の家具とかね、なんか余計なものはね、あの勇気を持って捨てるってことはね、僕はとてもね、大事なことだと、思っています。はい、まあまあ今日はね、こんなお話でした。本当ね、片付けられない人っていっぱいいるんです。で多分ね、 ADHD の人って別に片付ける必要ねえじゃんとかって思ってる人もいるらしいんですね。僕も多分ね、昔そう思ってたし、片付けなくても別に死にゃしねえじゃんぐらいなこと思ってたのかしないし、必要性がなかったりするから後回しにしてたっていうことも多分あるんですけど、だからやっぱり片付けるね、こう勇気を持ってね、パッとやると、部屋シンプルだと楽だしね。で、引っ越すとき楽ですよ。あの夜逃げするときも楽だし、そういうことじゃないんですけど、はい、今日はね、そんなお話でした。最後まで見てくれてね、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。今日なんかアメリカでなんか起こってんですか？今日11日ですけど、何か起こりそうなんですか？わかりませんけど、このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ、はい